福岡県地球温暖化防止活動推進委員を職します。福岡県庁で今日午後開かれた福岡県地球温暖化防止活動推進員の委嘱状交付式では、新たな推進員一人一人に委嘱状が手渡されました。福岡県地球温暖化防止活動推進員は、学校や地域のイベントなどを通じて温暖化対策の取り組みを促す役割を担います。新たに委嘱された推進員は93人で、任期の2年間、子ども向け出前講座を行ったり、環境関連イベントにブースを出展したりしながら、それぞれの地域で地球温暖化防止に向けた活動に取り組む予定です。